そういうお部屋だったのかな。楽しんでくれたかな。楽しかったです。君たち、あら待て、これは入ってきた時に使った扉と違うぞ。マジか。なるほど、まだ続きがあるというわけですね。このカーニバルの扉のステージには、うわー、随分と落ちてきたな。ここは何でしょうか。なんかあった。光る宝石を拾った。光る宝石、催眠術のような感覚を持つ丸い宝石、オパールって書いてある。トロフィー、前面にナンバーワンと書かれた大きな金属製のカップ、プラスチックケーキ、美味しそうだけど食べられなさそう。なんだろうね、森ですかね。これは、お、緑の魔法使いさん、私の目を見つけたのか。頼む、私にくれ。どうぞ。ああ、私はついに復活した。おお、信じられない。よりによって君が私を助けてくれたなんて。どういう意味なんだ。君もそこにいるのか、小さな赤花くん。敵を助ける。何、敵。敵は黄金の豚。なぜなら、おう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 おお、私はずっと森の中で迷っていたのかもしれない。しかし君は本当に迷ってるようだ。とにかく私にも教授がある。君は私を助けてくれた。君には借りができた。視力が回復した今、私は魔法を使えるようになった。腕がないように見える。私が手伝えるかもしれない。このジャイアントボルダーを邪魔しないように取り除くことで。ふむ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 、テレポートした方がいいのかな。ぶっ壊すかい。変身させてみたわ。お、土鍋なんだそれ。土鍋に買いやがったぞこやつ。仮の返し方を考えていたのさ。私は君が私の目を持ってきてくれたことに今でも感謝しているんだ、レッド。この恩は忘れない。ありがとうございます。いいねこの音楽。こういう曲めっちゃ好きなんですよね。鍋を見つけた。植木鉢やば。この曲めっちゃ好き。ちょっと待ってくれ。なんでしょう。仮に関しては返した。え、君は未だに敵だ。そんな弱った状態の君を見て、そうでないと不幸なことになる。状況を利用する。うわ、戦うのかこれ。よし、よろしくお願いします。そういう感じね。いいねいいね、わかりやすいわかりやすい。危ない。はいはい、いいね。これジャンプ移動の方がいいな、こういう時は。危ない。うわー、しまった。逆だった今。はい、どうですか。腕がなくてもまだまだ強いようだな。だが知っての通りだ。別にそれはどうでもいいことさ。楽しい時間を過ごしたいだけなんだ。おかげさまでそれができるようになった。助けてくれたことは今でも忘れない。迷惑をかけない限り。もう迷惑はかけんよ。キノコの森で楽しんでくれ。ありがとうございます。
私はここで狂気に陥ることなく十分に耐えてきた。そういえば約束の時間に極端に遅れてしまった。また会おう。ではまた。何だったんだ。ここはキノコの森なのか。ここには何かがあった。でも思い出せない。何かがあった。お、ウサギさんですかね。あら、ビッグハットマッシュルーム。いや、あんたか。こんなにでかくて派手な帽子があると隠れるのが大変だ。あんたの価値を証明するには全てのキノコを見つけなきゃならないぜ。なんかかくれんぼ的な話ありましたっけ最初に。なるほど、ここに集まってくるのかな。森の精霊さん。私はキノコの森の守護者。私たちが話すときはいずれ来ます。ですがそれは今夜ではありません。終わりました。聖なる場所、7体いっぱいいますね。ちょっと頑張って探しますか。さあ、臭いガスマッシュルーム。やあ、次は見つからないからな。あと6体。さあ、ブラウンスローマッシュルーム。やあ、ここは聖なる地だ。自らの価値を証明するには全てのキノコを見つけねばならない。とりあえず今のところ矢印に沿ってるだけだけど大丈夫かな。ベージュダンシングマッシュルーム、またあったね。見つけてくれて嬉しいよ。あと4体。普通に道なりにいる感じが、もしかしてこれ。どうもです。ではセーブします。ありがとうございます。え、そんな怖いこと。さあ、ティールウィザードマッシュルームさん。ああ、見つけられた。不可視の魔法を再評価してみようかな。あと3体。ウサギさんいるんだよね。でこっちには行けないのか。じゃあとりあえずここまでの区間で考えた方がいいか。さあ、レッドデッドマッシュルーム見つけられた。もっといいところに隠れた方がいいって分かってたんだけどな。あと2体。ないだ。さあ、ブルーカーリーマッシュルームさん。それじゃあまたな。あと1体。ここじゃないか。さあ、ホワイトロックマッシュルームさん。いや、私を見つけたみたいだね。私たちみんなを見つけたね。西にある聖なる門で君を待つよ。で、さっき見た場所かな。もう一回セーブしとこう。これ怖いよな。自分が変わっちゃうってどういうことなんだろう。ねえ、この辺だっけ。おお、盛り上がってんね。お、通り道を開いてあげましょう。ありがとうございます。これはあくまでも任意。あなたは自分の意思でここにいるのです。これは答えを求める者にのみ開かれます。話すときはいずれ来ます。ですがそれは今夜ではありません。ありがとうございます。で、こっちか。こんにちは、ブラウンスリムマッシュルームさん。スリムですね。私の領域へようこそ。私の親類を世話してくれたあなたの努力に彼らは非常に喜んでいた。
差し出がましいかもしれない。しかしあなたに与えることができるだろう。体験のオマージュを、体験のオマージュ。これまでにないチャレンジになるだろう。でも、あなたの魂を危険にさらす気はあるかい？はい、いいえ。嬉しいわけでも悲しいわけでもない。あなたの努力に安らぎがあることを願うばかりな。ちょっと待ってね。ウサギさんいた方気になるからさ、先に見ていいかな？あっちって行けるのかな？まあ、行けるのであれば、ちょっと見ておきたい気はしているんだけど。あ、行ける行ける。あ。まさかの。何か悪いことに関わってるみたいだな。あー、こっちはこっちで進みそう。オレンジ教授、めいめいめい。ついに疫病神を捕まえたぞ。逃げられないようにせんと。この除細動用スタンガンで少し痛いかもしれんが。またスタンガンを使えるようになるには数ヶ月かかるだろうな。この機会を逃さないようにしないとな。グランダル、グランダルさん。そいつを捕まえて、それから隠れ家に連れてこい。今すぐだ、グランダル。お、隠れ家ですかね。あ、移動できる。何が起きたんだ？なあ、忘れてくれ。どうせあんたは話せないんだ。俺を連れて早くここから出ようぜ。オッケー。グランダルさんが道塞いでるからさ、これ戦うんじゃないかな。どくんだ。どかないと痛めつけるぞ。わあ、戦闘だ。頑張っていきましょうか。おお、思ったよりでかい。わあ、ちょっと難しいテンポかも。おー、いいね、刻んでますね。真ん中は来た。いいよ。はい、はいはい。うわそれちょっと怖かった。早いやべえやべえ、危ねえ。生きた生きた。回復回復。よし、いけたかな。ぐるるる。
よし、行ってみますか。おや。変な見た目の機械。変な見た目の機械。どういうこと？オレンジ教授。運命から這い上がることはできない。私の最高傑作が解き放たれようとしている。うわぁ！何ですかそれは。古代生物の人工的な複製を構築したんだ。むき出しのエネルギーであるため、限られた時間しか存在できないほど強力なものとなっておる。お前を倒して平和を確立する唯一のチャンスだ。さあ、最後の時を迎える覚悟はできたか？赤の魔法使い。赤の魔法使い。ちょっと気になる言葉が出てきましたね。ボス戦の枠になるのかな？よし。うわー、マジか。いきなり始まった。光ってますね。このパターンなら大丈夫。まあでも変わってくるんだろうな。あら、なんだと。どうやってこれほど早く私の最高傑作を倒したんだ。倒したのか。望みはなかったが、想像以上の力を持っていたということか。他に方法があるはずだ。また会おう、赤い襲撃者。え、今ので大丈夫だったのかな。ドアはしっかり閉まってる。で、右は行けないのか。こっち行ってみよっか。おや、ホローヘイリー。ホローヘイリーさん、奴らはそこら中にいる。何が望みなんだ。放っておいてくれ。やりたくないんだ。こっちは？どこにいた感じか。よし、進んでみようか。うわ、なんかありそう。すべての状況が最適。量子論を用いて戦いとされるものの引き金となる要因を分析してみた。バトルとは思えないようなバトルを人工的に作り上げるために。赤の魔法使いよ、もう汚い手を使うことはできんぞ。これでお前は終わりだ。お、ちょっと違うのかな。うわー、そういうタイプか。かわしていくのかな。あんま近くにいすぎると当たるかな。うーわー、やば。まあ、でも回復してくれるね。オッケーオッケー。一応ダッシュもできるけど、普通の移動にしよう。とりあえずは。うわー、ちょっと曲がってくる。やばい、怖え。 OKOKOK。 黄色のところの間をくぐる感じでいけば当たんないわ。うわ、マジか。それ混ざるとやばい。でも黄色来ないからまだいいか。3色来るとえぐいな。ただうわー、混ざってきた。わー、来ますよね。
おお、怖いね。リズミカルですね。うわー、なんだそれは。え、なになになに、どうすればいいの。驚くべきことに、私の努力はまたしても無駄だったようだ。誰か貴様を止められる奴はおらんのか。許してくれ。解決策を見つけたいだけなんだ。これが最後ではないだろう、赤の魔法使いよ。いけたか。これでいいのかな。あったあった、通ってこう。さあ、大きな扉のかけら、ありがとうございます。二つ目だね。で、このエリアは大丈夫かな。カーニバルの扉は、おや、もうちょっと続きそうだねって思ったけど、出てこられたんだ、こっから。開けちゃった、大丈夫かな。の黄金の豚さんじゃないですか。オレンジ教授がメッセージを送ってきた。彼らは人形を消滅させることに失敗した。隠れ家に戻ってよかったな。あの人形は腕を元に戻せない。私のコレクションの中でもピカイチだな。オレンジが言うには、人形は立ち去る前にオレンジ教授の研究室の青い扉のかけらを拾った。なんだと。また人形は呪われた城からもかけらを得ていると。しかし人形はまだ3つ目を獲得していない。待て、私のエメラルドのお守りが人形が近くにいると教えてくれた。テレパシーの魔法を使っている。いつから聞かれていた。あなたが望むなら魔法を破壊するが、黄金の豚よ、自分でやる。ちょっと進みましたね。おい、大丈夫か。しばらくぼーっとしていたぞ。さあ、また移動できるね。お、扉がありましたよ。キノコの扉。何かすごいものを見つけたならいいんだけれど、もう君の領域に戻ってもいいよ。これで戻ってくるのかな、また。よし、ということで戻ってきました。ほら、いらっしゃる。カエルさん、楽しんでるかね、とても。なかなか不思議な世界だ。この領域は何が面白いかよくわかってるようだ。不死身の者にとってはこうなるのは当然のこと。それなりに好きなんだがね。これからも君には大いに期待してるよ。ありがとうございます。想像もつかないぐらい難しくなるだろうさ。まあ、あまり不安にさせてもいけない。迷うことがあれば青いお友達に相談してみてはどうだい。ブルシフさん、きっと方向感覚が鋭いんだろう。わかりました。あとね、ちょっと一回セーブして、あの先はどうなってんだろうね。ちょっと行ってなかったとこあるんで、戻る代わりに、代わりにミッドナイトタウンに行くのはどうだろう。一応なんか指定あるんだ。あのさ、この研究室側に俺気になって行っちゃって、あのキノコさんの先んところ、あっちはさ、まだ行ってないんだよね。あの扉の先と言いますか、なんかあるのかな。ちょっとチェックだけしてもいいですか。
この辺だっけ。この先にね。私の領域へようこそ。はい、できましょう。嬉しいわけでも悲しいわけでもない。あなたの努力に安らぎがあることを願うばかりだ。数歩下がって。よし、さあやってくれ。物事は少しは変わっていくだろう。おお、バトルか。強そうじゃね。こういうキャラって結構強かったりすると思うんだけど、真ん中全然大丈夫じゃないですか。普通に来たわ。このくらいだったら全然余裕ですよ。おお、変なのが出てきた。おお、危ない危ない危ない。いよいよ。やば。とりあえず連続で当たらないようにしていこう。こんにちは人間、こんにちは。うわー、やべえ。あなたには私たちが見えるのか。おお、なぜここにいるのか。なんだなんだ。うわー、これむずいぞ。あ、よかった戻った。わ、綺麗、いい音。あなたは私を傷つけています。出て行ってください。大丈夫大丈夫。はい、やば、今のはシンプルなミスだ。申し訳ない。おお、危ない。はい、とりあえず真ん中。うわー、むずいこれ。うわこえ、距離感変わってくの、こえ。大丈夫かな、いけたかな。おや、帰ってきたようですね。自分が何にハマってるか知っていましたか。何度も来なくてもいいんですよ。私たちはいつも見ています。楽しめているといいですね。あなたにはやるべきことがあります。けれども、それは必ずしも簡単なことではありません。絶対的な真実を知りたいんですか?はい、いいえ。はいで。それを聞いて変わるかもしれないリスクがあります。あるいは知らない方がいいこともあります。本当に絶対的な真実を知りたいんですか?はいで。絶対的な真実はいくつかあります。そのうちの一つが、あなたは私であり、私はあなたです。嫌いな人や好きな人でも、自分に忠実でいてください。あなたの考えはあなたのものではない。
この真実を手に入れたとしても、それの真の解釈はあなたの手に委ねられています。この人生を体験してみたかったとは愉快ですね。何度も言っていますが、ここには入らないようにしてください。楽しそうだと思ったんでしょ？そしてあなたはここにいます。お土産話を楽しみに待っていますよ。あなたは前に進まなければなりません。自分の世界に帰らせてあげます。お探しのものが見つかることを願っています。今すぐ出て行ってください。おかえりなさい。ただいまです。ただいま戻りました。その経験を楽しんでもらえていたらいいんだが、あなたは冒険団の登場人物のようだ。この貴重な宝石を持ってきなさい。お、なんかあった。役に立つかもしれない。いつかは、多分今日ではなくても。ありがとうございます。ルビーを拾った。ルビー、またしても。こんにちは。こんにちは。なるほど、やってよかったのかな。宝石系とかもあるかもね。黄金の豚さんが、なんだっけ、エメラルドって言ってたっけ。関係してくるのかな、やっぱり宝石って。よし、ということで次の扉行っちゃいますか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、ツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。